指揮者の給料を聞いてみた。音楽家ってお金持ってるのか持ってないのか正直わからんのよ。どのくらい稼げると、一般的に公開されている話とするならば、例えばボストン航空カンパニーはアメリカでは結構給料高い方なんだけど、大体音楽監督って指揮者の立場で10公演最低約束が大体あって2億ぐらい。2億大体10公演で2億、大体そんなもん。やばくない？やばいけど、ほら我々人生注いできてるから。まあまあね。え、じゃあびっくりもしないんだ、その金額に。普通だと思う。で、ヨちゃんはどんぐらい稼いでる？それはまた後で。